はい、こんにちは。今回はですね、国内から狙えるアジア圏のベルト増えすぎじゃね問題についてちょっと語っていきたいなと、うん、はい。一昔前と違って日本、東洋、太平洋で、これにプラスして WBO アジアで、まあ、結果的にこの同時に3本目指すと、トップ選手が、まあ、どれかね。そうで、昔はこの日本を取って、でそっからアジア圏の強豪がいる OPBA を取りに行くみたいなのが、うん、まあ俺の中のイメージだったんだけど、15年前とか、うん、まあでも明日のジョーでもそうだし、初めの一歩でもそうでしょ。まあそうだね、まあ、宮田一郎はちょっとあの一歩をね避けて、あ、そうなんだ、 OPBA を、あ、そうなんだ。まあでもこのアジアの強豪チャンピオンを倒して体感するみたいな、うん、そういう世界観だったんだけど、まあ今それが全然変わって、で結果的に日本タイトルもなかなかこう熱いカードがあの見れないっていう状況になってるから、うん、まあ、でなおかつあれでしょ、このベルト増やそうっていう動きもあったりするんでしょ。いやでもね、どうなんだろうな、それは今はないんじゃないと思うけど、でも増やしたいと思う人たちはいると思うんですよ。はいはい。だって自分が自分の会長としてプロモーション、あ、まあ、興行を打ってれば、やっぱそれ狙えるベルト多い方がいいよね、冠がつくからね、うん、冠がつけばお金も集めやすいしってところはあると思う、まあ、ただ業界にとってでは、まあ、個人の事情は置いといて、業界としてはマイナスなんじゃないかなっていう意見なんですけど、うん、はい、まあ、それについてちょっと話せればなと。まあ、実際今、ね、昔と違ってこの日本人が同時に狙いに行くみたいな状況はなぜ起きてるのかなっていう。うんうん、まあそれは、まあ今の現状じゃなくて、例えで言うと、それは日本チャンピオン、東洋チャンピオン、WBO アジアチャンピオンって言って、まあ今 WBO アジアっていうのはこれ取ったら自動的に世界ランキングに入れるっていうやっぱり恩恵があるから、うん、はい、まあ、そういう意味では WBO アジアを狙いたいっていうのはあると思う、はい、それは前提としてあるけれども、あとはやっぱりもう俺やっぱとんでもない強い選手がいたらやっぱそこ避けるよね、うん、もうちょっとこっちの方が可能性あるなと思ったらこっちのチャンピオンを目指すっていうのはある。そのアジアのめっちゃ強いチャンピオンみたいな、ね、日本のレベルがこう上がったから、そういうのがなんつうの、日本人が強くなったからなのか、それともアジア圏の強豪がそこを取りに行かないのか、どっちなのかな。でも日本人のやっぱレベル上がってるっていうのは 100% あると思う、俺は、うんうんうん、確実に今そのどっちかっていうと、しかも日本タイトルっていうのは順序を踏まなきゃいけない、うん、ある意味日本ランキングに入るにしてもそうだし、日本ランキング入ったらじゃあ日本チャンピオンに挑戦するには年に1回ある日本タイトル挑戦者決定戦っていうの、まあ、こういう段階を踏まないと日本タイトルってなかなか挑戦できない、うん、でも東洋太平洋とか WBO アジアはランキングに入ればある意味お金で解決できる部分もあるから、うん、だから逆に言ったらスピード出世したい選手たちがこっち行くっていうのもある。なるほどね。やっぱ日本タイトル狙うとなると時間かかるね。でじゃあ日本ランキング10位に入りました、これすごいいい選手、じゃあ日本チャンピオンが日本ランキング10位のこのめちゃくちゃいい選手をわざわざ指名するかって言ったらしないと、うん、そうなるとやっぱランキングを上げていくしかないから、やっぱ時間がかかると。だからね、今アマチュア、今東洋太平洋のチャンピオン見てみてもやっぱそういう選手いるんじゃない、何人か。まあ最近で言ったら武井選手とかはね、スピードでタイトルマッチあったしね、うん、まあ堤選手とかもそうじゃない、スミ選手は日本でしょ。ああ、そのあっちの方ね。あ、フェザー級の方。そう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 。だ、スミ選手とかもそうだと思うし、やっぱりスピードでいける。なるほど。だからちょっと東洋太平洋って歴史があるからっていう意味で、なんかみんなが狙いに行くタイトルであってほしいって願望はちょっとあるんだけど、一番要するにやっぱ価値になるね。そうそう。日本タイトルの上位タイトルであってほしいってことだよね。そう。ただ現実問題 WBO アジアの方がなんか世界ランキングも入るし。うん、ってことを考えると日本で認可するのもその日本でいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってしまうところがあるんだけど、まあでも3番あるより日本の方がいいと思うよね。ね、うん、俺もそれは思うよ。それはやってる方が大変だけど、うんうん、ね、やっぱチャンピオン作りたいと思うならば、まあ、せめてこの統一するっていう流れがあったりとかすれば全然いいと思うんだけど、まあそういうのも現状あんまりないんで。だから今はその日本タイトルの挑戦者決定戦というのがまあまあ今月ぐらいから始まるのかな。来月のダイナミックグローブでもそれこそリー・ゴンデ対クリスチャン・アオキっていうね、これカード決まって、要するにここに
ここに勝てば日本タイトルの挑戦者の権利を得るっていう試合にもエントリーしない選手たちが多いから、はいはいはい、だから協会としてもそのチャンピオンカーニバルっていうものがある以上、その辺のルール作りっていうのをに苦慮しているところがあるよね。だってエントリーしてくれない、なんでかって最初最強後楽園だったじゃん、4人でやってたじゃん、うん、4人のトーナメントで優勝したのがチャンタイトル挑戦、それで4人集まらないんだから。俺だからこう解決方法はカザフスタン、ウズベキスタン、この OPBF と WBO アジアのベルトを狙いに行ってほしい。なんて言ったってね、まあ違うけど、ラミドが WBO アジア入ってたからね。あれはフィリピン系のアメリカ人だ。いやいや、そうなんだ。で、今ドヘニーが持ってるから。そう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 。でもそうあるのはいいことだと思うけどね。うん、結局今東洋太平洋タイトルのチャンピオンも試合組むのは大変だと思う。それは日本人っていうのはやっぱそこで選ぶ、うん、選択するわけじゃん。で、例えばフィリピンの場合はこのベルトが欲しいっていうよりもどっちの方がお金がもらえるかっていうのでやっぱ試合が決まるか決まらないかになる。だからタイトルマッチでさ、ぶっちゃけまあこんなこと今の時代やんないけど、じゃあうちのタイトルに挑戦させてやるよと、その代わりファイトマネーこれしかないよ、それでもやるんだよ日本人は、はいはいはい、タイトル挑戦したいから、うん、でもそんな発想は1ミリもない、はい、いいお金を出してくれるところでやると。でやっぱフィリピン人の場合はやっぱこういう公用語みたいなもんでしょ、英語がってなるともうあらゆるところからオファーが来るわけね。それこそオーストラリアからで来るだろうし、南アフリカでドバイとかからもオファーが来る、アメリカもそうだし、そうなるとじゃあどっちの方がサラリーがいいかっていうと、これ日本が勝てるかって言ったら勝てない。今俺が10年ぐらい前にフィリピン人呼んでた時とかのファイトマネー、それこそ東洋太平洋の1位の選手とか呼んだりしたことあるけど、その時のファイトマネーの今本当に倍近いと思う、はい、で倍近い上に当時は1ドル100円ちょっとだったのが今は150円でしょ。で、まあ、コロナもあって航空券も高いでしょ。だからすごいファイトマネーが上がってるね。でも他の国はもっと払ったりするわけじゃん、はいはい、でそうなるとフィリピン人もあ別に行きませんよみたいな。はいはいはい、はい、でフィリピンのプロモーターってなんかフィリピン人ってイメージあるかもしれないけど、うん、フィリピンの選手持ってる人たちってぶっちゃけ俺らより金持ってるよ、うんうんうん、人たちって多いじゃん。だって何回かフィリピンってさ、いやすごかったよ、ね、ボクシング単体じゃないじゃん、うん、人たちって逆に言ったらボクシングで食えないから、うんはいはい、事業家がやってるわけじゃんボクシング、うん、だから全然そんなお金じゃ行きませんよっていう人たちがどんどん増えてきてる。でタイはタイでさ、まああんまりランキングにいないっていうのもあるし、うん、でタイ人の印象が悪すぎるよね、カマセイメージ。そうカマセイメージで、このカマセイメージっていうのがこれを驚いたことに世界中でそうなんだよね、うん、だってこの岡田マニラで講義やるときもそうじゃん、はい、タイ人呼ぶのってどうなのっていう話したら、いやタイ人はカマセじゃんって言われる、うん、フィリピン人にも思われてる、うん、で他の国のプロモーター機でタイ人呼ぶなんて恥ずかしいみたいなことを言う人もいるんだって、うんうんうん、さっき電話で話してた。それぐらいタイ人ってのはやりすぎたんだよ。でもそれの需要っていうのがまあ正直ある。それはやっぱり日本 俺も含めてだけど、やっぱり選手に勝たせるための試合を組むっていうので安易にタイ人に手を出す、でタイ人に手を出す、でそれの需要が分かってるからタイ人も本当になんとてもね、お客さんに呼んでるところに披露できるようなレベルじゃない選手を平気で呼んでる、あ平気で出してるで、それもファイトマネーもそこそこすんだよ、しかくだらないお金になっちゃうんだから。だからそういうのもまああるから、タイ人で、タイはその聞いた話だと今ワンチャンピオンシップって名大部門とかあるんでしょ、はい、ある。でそこはお金がいいわけじゃん、うん、だから昔はムエタイでとてつもないけど、まあ、ウイラポンとかもそうだと思うけど、それが国際式に転向するっていうのが一つの流れとしてあったのかもしれないけど、今はやっぱりそんなにいないっていうのも言ってた、うん、で韓国は今やっぱちょっとね、まあまあ今すごい興行数も増えてるけれども、やっぱまだちょっと少ないじゃんとなると、こういう東洋チャンピオンとか WBC アジアのチャンピオンが防衛戦をなかなかコンスタントにできないっていうのもあるかもしれないね。お金もかかるし、でやっぱりそのチャンピオンが一人だったら需要が
あるわけじゃん。挑戦者が12人いてます、はいはい、みんなやりてんだろチャンピオン、うん、でもチャンピオンが何人もいてランカーがこんないたらさ、どっちが重要あるかって言ったら挑戦者の方が重要あったりするのか。だからチャンピオンになったらバン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 試合が組めるってわけでもない。それ日本チャンピオンだとそうだと思う。正直、まあ、その別路線で当然世界を目指すわけじゃない。でもさ、別にこれ国内サバイバルマッチぐらい軽く遂げて上回ってるぐらいの人間じゃないと絶対取れなくね。いや、てかだからそういう世界観があったと思う昔は、うん、そうだよ、うん、でも今はそうじゃないよね。あ、実際の実力的な面で見てもさ、そうじゃないので。でもやっぱ日本の中でやっぱ世界チャンピオンになれるレベルの選手っていうのがやっぱ複数にいると。まあ実際、まあ、伊藤正幸、小川、内藤、リッキーの時代、はいはいはい、でその前にちょっと前に金子大輝がいて、うん、でも伊藤正幸も小川健一も世界チャンピオンになって、まあ、2人出てるし、そうそう、だからそこで潰し合って、そこで潰し合うよりも2人、2名の世界チャンピオンが出た方がいいっていう発想もあるしね。まあそれぐらい なるとまあちょっとわかるけどみたいな。11月のボクシングは東日本新人王決定戦を全試合生中継。他にも新旧王者が揃い踏み。 U-NEXT で検索。